イオンモール長久手は愛知県長久手市にあるショッピングセンターである。2016年12月9日にグランドオープン、2016年12月6日にソフトオープンしたイオンスタイル長久手を中核店舗とするショッピングセンターである。投資設は長久手市が長久手市第5次総合計画においてシンボルコアとして進める長久手。 中央都地区画整理事業の中核施設の一つである。建物は本棟と駅前棟に分かれており、それらは2階の連絡通路で接続している。また、最寄り駅である長久手古船場駅と駅前棟2階も接続している。公式ホームページ上で駐車場の待ち時間と現在の駐車率、駐車場の空き状況やレストラン待ち時間の目安が公開されている。 また、来店の際には、公共交通機関での利用を呼びかけている。同じ愛知県内では南に位置するイオンモールをカザキを別にすれば、ここより東側の愛知県内にイオンモールはないため、店舗の規模の割には集客エリアが広い。平均年齢が全国一若く、人口増加が続いている長久手市に立地していることから、子育て世代や女性目線の売り場づくりをテーマに、 掲げている。リップバーやパウダールーム、希望を運ぶお花のポストホポスト等を設置し、2階、イオンモールインフォメーションには男性従業員を配している。子供向け無料遊戯施設として3階、フードフォレスト内には裸足で遊べるキッズパークやモール各所及び一部専門店内にもキッズスペースを設置している。また、イベントスペースとして 約90坪の4ホールのほか、約1から5坪のスペースを、モール各所に設定している。出店店舗前店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを参照。イオンモール、長くて本胸4階内に、2016年12月9日、グランドオープンした。通常営業時間は9時24時。スクリーン6は、日本初の D ボックス専用スクリーンである。 リニモ長久手湖線上駅、イオンモール、長久手駅前旨、名古屋市内と長久手市を含めた、東部丘陵地域を結ぶリニモの利用促進を目的に、交通系 IC 乗車券利用促進サービス、クテポを実施している。マナコ等の各交通系 IC 乗車券を使って、リニモ、長久手湖線上駅で、校舎、2階インフォメーション横の専用端末に、 IC 乗車券をタッチすることで一人につき一日一回限り10ポイントが付与される。ポイントが規定数以上貯まるとイオンモール長くて専門店で使えるお買い物券と交換できる。2017年3月より土日祝日は保有ポイント数にかかわらず、リニモを利用した IC 乗車券をタッチすることで100円分のお買い物券が発行されるようになった。 駐車場は、本当内及び立体駐車場のほか、ロイヤルホームセンター長くて屋上駐車場、敷地外駐車場が利用可能。なお、ロイヤルホームセンター屋上駐車場は20時30分で閉場されるため注意が必要。入庫から最初の4時間無料以降30分ごとに200円徴収され、最大料金は設定されていない。なお、 シネマ利用で3時間無料が追加される。このルールは、ロイヤルホームセンター屋上駐車場及び敷地外、駐車場には適用されない。2019年7月22日より、駐車場チケットレスシステムの運用が実施されている。毎年冬に、本施設前の広場で行われるイルミネーション。ありがとうございます。